ロシア連邦スベルドロフスク州で発見された天然ルテニウム粒自然ルテニウムとは、白金属に属する元素鉱物である。結晶系は六方小系。理想的な化学組成は RU。自然ルテニウムは鉱物名の由来であるルテニウムの単体を組成に持つ鉱物である。しかし自然ルテニウムに限った話ではないが、元素鉱物は、 理想的に100%単一の元素で構成されることは稀であり、性質の似た別の元素と合金状態で算出する。例えば、最初に自然ルテニウムが報告された北海道のウリュ川の自然ルテニウムの組成はシグマイコール1.00となっている。合金状態の元素鉱物は、モルヒで最も多い元素を鉱物の名称として用いるルールであるため、 自然ルテニウムの標本は、純粋なルテニウムではなく、ルテニウムを最も多く含む合金の標本である。表中に示す自然ルテニウムの特性は、あくまで理想的な素性の場合の値である。自然ルテニウムは、六方小型であり、ルテニウムより、オスミウムが多くなれば自然オスミウムイリジウムが多くなれば、ルテノイリドスミンとなる。計26地点で算出が報告されている。 主な産地は以下の通り。その他オーストラリア、ブルガリア、カナダ、中華人民共和国、コロンビア、ドミニカ共和国、インドネシア、モンゴル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国で産出が報告されている。自然ルテニウムは六方小系であり、薄い板状結晶として産出することがある。その多くは単独ではなく、自然発金の中に含まれている。 最初の発見報告であるウリュウガ川の自然ルテニウムの大きさは 35×7 マイクロメートルという極めて微細な結晶である。自然ルテニウムと同じ結晶系でイリジウムを多く含むルテノイリドスミンやリューカルテニウムの素性を持つラウラコウも共に含まれている場合もある。見かけは金属光沢を有する銀白色の金属であり、似ている白金属元素鉱物も多くあるため、 分析をせずに、肉眼的に判定を行うことは困難、または不可能である。自然ルテニウムは、イリジウムや白金を含む。ルテニウムの密度は1 2 5 g トルであるが、イリジウムは2 2 6 g トル、白金は2 1 5 g トルと、それぞれ倍近い値を持つため、自然ルテニウムは、 理想的な密度より少し大きな値を示す。しかし他の白金属元素鉱物と比べるとかなり低い値である。産出地に川が多くあるように、自然ルテニウムは他の白金属元素鉱物と混ざって、砂鉱の状態で産出する場合が多い。川を下った際に結晶が摩耗して丸くなっている場合もある。自然ルテニウムは極めて珍しい鉱物であり、 自然ルテニウムを対象に採掘を行ったり、何らかの用途に用いることはない。ただし先日の通り、しばしば自然発揮の中に伴って産出する鉱物であり、砂糖として混ざった状態で一緒に採掘され、自然ルテニウムだと気づかれずに、ルテニウムの資源として用いられている可能性はある。自然ルテニウムは、北海道を流れるウリュ川の砂糖資料から、 鹿児島大学の浦島幸良によって発見された日本産新興物である。砂糖は、滅かな遺蝶の砂発見で、桜井金一が所有していた標本である。これを研究用資料として5粒を浦島に提供し、分析した結果、このうち1粒が自然ルテニウムに該当する量のルテニウムを含んでいた。論文は1974年10月にミンラロジェクル、ジャーナルに掲載された。 自然ルテニウムは日本で発見された初めての元素鉱物に分類される新鉱物であり他の元素鉱物の新鉱物は1991年にブリュ川の標本をタイプ標本として最定義されたルテノイリドスミンカ1999年に大分県で発見されたパラ輝き飛行の合わせて2種類しかないまた日本で発見された鉱物の中では 元素名を由来とする唯一の元素鉱物である。ありがとうございます。